エピソードナンバー3、それぞれの戦場。ふぅ、みんなが事件で特捜部屋を出払っている中、僕は一人部屋に残って パソコンと向かい合っていた。翔さんについていき、一緒に捜査したい気持ちは正直ある。なんだかんだ言いながら捜査に飛び出したあのヤンキーが羨ましい気持ちだってある。だが僕だってバカじゃない。中継役の大切さだって知っている。軍隊だって HQ 軍司令部がいなければ戦争はできないのだ。それぞれ独自捜査を進める2グループに情報を共有し、まとめ的確な指示を与える必要がある。その役目は僕にしか務まらないと思う。思っておこう。広瀬直美、28歳、 OL。 機銃歴はメンタルクリニックか。捜査紹介を行い、詳しい内容を確認する。本来なら1日単位で時間がかかるところを緊急と告げて急がせた。これは受信内容を確認する。紹介された他のデータをチェックする。出てくるのは彼女がいかに危うい人物かという証拠ばかりだ。これはもしかすると僕たちは前提を誤っていたのかもしれない。ちぃ、過ちだと認めたくない。だが認めなくてはいけない。あのヤンキーと北条刑事の命がかかっているのだ。すぐさま携帯の通話を行う。電話帳、北条刑事。特捜部屋備え付けの黒電話じゃダイヤルを回すのに時間がかかる。何よりあいつらの電話番号など記憶していない。繋がれ、早く繋がれ。おかけになった電話は電波の届かない場所にある、または電源が入っていないためかかりません。県外か。まさか携帯電話を切っているのか。ヤンキーの方にも仕方なくかけてみる。正直あいつの携帯電話番号など電話帳に記録しておきたくないのだが、仕事に差し支えてしまったらいけないからな。登録だけはした。はあ、あいつは運転中でも出られるようハンズフリーにしているだろうな。おかけになった電話は電波の届かない場所にある、または電源が入っていないためかかりません。またか。ある程度予想はしていた。あいつらはペアを組んで行動している。片方が県外ならもう片方も県外だろう。とはいえそれはつまりあいつらへすでに危機が迫っているかもしれないわけで、うろたえるな。プラン A が失敗に終わったのなら次のプラン B を実行に移すだけだ。俺だ。2コールもしないうちに翔さんが出る。さすがの速さだ。感心する気持ちを抑えて本題を切り出す。頼まれていた広瀬直美の経歴洗い出せました。28歳、女性、アパレル会社勤務の OL。 両親すでに他界、独身で実家に一人暮らしのようです。ここまではすぐに分かったこと、さらに調査の結果判明した重大な事実を告げる。またメンタルクリニックの通院歴あり、オセロー症候群と診断されていました。オセロー症候群、精神病か。なるほど。ですね、シェイクスピアのオセローになぞらえて付けられた病名で、嫉妬心や被害妄想が強いと。釈迦に説法。翔さんも知っているだろうが念のために説明する。となると要注意人物が一人増えたかもしれないな。はい、本人は高安の恋人だと名乗ったとのことですが、この恋人というのは本人の思い込みの可能性があります。彼らの虚言は見破るのが難しい。何しろ本人が本当だと信じきっているからな。本人は嘘をついている自覚がないのだ。本当に自分が殺されると思ったりするし、電磁波で思考を盗聴されていると信じ込んだりする。思い込みが激しく認知が歪むのはストーカーにもまま見られる傾向だ。果たして彼女はどちらなのか。最近の彼女の様子はどうなんだ。それも調べてみましたが知る者はいません。それ自体が異常と言えます。まず仕事は1ヶ月ほど前から無断欠勤を続けており、解雇寸前というところですね。普通ならば
当の昔に解雇になっていてもおかしくないが、精神疾患が原因の場合は不当解雇になるかもしれないので様子見をしてるんでしょう。もともと社内でも扱いが難しいと腫れ物扱いだったようです。彼女の行動範囲は主に自宅と会社、スーパーなどを行き来するだけでした。ただ無断欠勤をする前はスポーツジムに通っていました。実はそこは住美和子も通っていまして、広瀬直美は被害者と面識があった可能性もあります。交友関係は狭く、数少ない友人たちからも1ヶ月ほど前から連絡がつかなくなったと、きな臭い状況です。友達いたんだ。そうか、その情報北条刑事たちには。それが北条刑事とあのヤンキーには連絡がつきません。何かあった可能性が高いです。翔さんも応援を、そう言おうとしたのだけど、分かった、応援に向かう。広瀬直美宅の住所を頼む。そんなこと翔さんはとっくに思い当たっていた。やはり翔さんはすごいな。広瀬直美の自宅は G 県 G 市。了解した、現場に急行。先に乗り込んでいると思われる北条刑事並びに愛禅刑事と合流する。はい、翔さんも気をつけてくださいね。電話が切れる。ディスプレイに表示される通話時間のログ。本当はもっと長く会話していたい。翔さんまで巻き込まれて危険な目に遭わないでほしい。僕も現場に急行したい。さまざまな思いがないまぜになる。部屋番、松川の人間の辛さを知る。祈ることしかできないなんて。翔さん、北条刑事、あとついでにヤンキーも、どうか無事で。心細くなる気持ちを奮い立たせて、僕は自分でできることをする。さらなる情報がないか、もう一度情報の洗い出しだ。ふう、よし。いや、俺は自らの頬を張り、気合を入れ直して事件に当たるのだった。この心の文章でも、言おうとするの。